乗った子供を見なかったか？ああ、そういえば覚えがあるな。荷を運んでいた時なんだが、車椅子を漕いでいる子を見かけたよ。それが結構大変みたいで、ずっと荒い息をしてたもんだから、助けがいるかって聞いてはみたんだが、無視されちまったんだ。まるで何にも聞こえてないみたいにな。なんか考え事でもしてたみたいやな。ああ、俺もそう思う。何かあったのか？ひょっとしてあの子いなくなっちまったのか？せやね、今うちらで探してるところやねんけどな。そうか、そりゃ心配だな。わかった、俺も友達に聞いてみるよ。あの子はあっちの方へ向かった。道沿いに聞いてみれば何か手がかりがあるかもしれない。おおきに、もし手がかりが見つかったら緑の首巻き巻いとる人たちに教えたって。30人団のことだな。了解。ちょっとすんません、車椅子に乗った子供を探しとるんやけど。ああ、それなら見た。あっちに向かった。責務だから話しかけては見たが、とても大事なことをやらなければいけないから邪魔されたくないと言っていた。なんかあいつちょっと変な様子だったんだな。とにかくその子ならシティの外に出た。道に沿って行けば追いつくはずだ。わかった、ありがとうさ。ちょっとごめんな、車椅子の子供が通らへんかった？車椅子…そうか、あれは車椅子だったかもな。よくは見えなかったんだけど、何かがものすごいスピードであっちの坂から滑り落ちていったよ。そらまずいな、めっちゃ危なそうや。そうだな、シティの外はただでさえ地形が複雑だし、もしあれが子供だったら。わかった、あっちやな。おきに、急ぐわ。おい、大丈夫か？車椅子から落ちちゃった。あれなしじゃ身動きすら取れないなんて、もうやだ。大丈夫大丈夫、怪我してへんくてほんまによかったわ。この子はうちに任しとき。ほんでごめんやけど、車椅子探してきてくれへん？わかった、行ってくるぜ。車椅子も壊れてへんかったみたいやわ。不幸中の幸いやな。壊れてなくてよかった。また家のお金を使わないといけないところだった。落ち着いた？さっきは怖かったやろ。うん、大丈夫やで。もう大丈夫やさかい、うちらがちゃんと家まで送ってるしな。なあ、お姉ちゃんに教えてくれへん？なんでこんなリスクを背負ってまでここに来たかった？他の人には知られたくない言うんやったら絶対内緒にしたる。おう、オイラたちを信じていいぞ。あらんなら、木彫り、私の一番大切な友達が消えちゃった。え、木彫りっちゅうとうちのあげたあれ？うん、私病気が重くなってから両足に力が入らなくなっただけじゃなくて、
いろんなことを忘れちゃってた。昔ね、いろんなところを走り回るのが大好きだったの。走り出すと風が耳の横をビュンビュン通り過ぎるでしょ。あの声を聞くのが好きだった。なのにずっと座ってばっかりいると、そういう記憶までだんだん曖昧になり始めて、好きっていうのがどんな感情だったかってことすら次第に説明できなくなっちゃった。でもね、この木彫りを見た瞬間思い出したの。いつも一緒に走るのに付き合ってくれてた一番大切な友達がいたことを。まさかそれってアランナラのことじゃないか。おいらが言いたかったのは、まさかアランナラのことなんかじゃないよなってことで。だってあれはおとぎ話の存在だもんな。違う、アランナラはおとぎ話なんかじゃない。本当に存在するの。本当に本当だよ。うん、落ち着いてな。お姉ちゃんもほんまにいるんは知っとるで。まずはことの経緯をちゃんと説明してくれへんかったら、うちらかて力になれへんやろ。ごめん、無気になりすぎた。謝るよ。どうせ私には何の証拠も出せないんだし。大人になったらアランナラが見えなくなるってみんなそう言ってるし、そしたらアランナラの友達とは永遠にお別れだってみんな言ってるから。名前も姿もどんなに頑張っても思い出せないの。もう少し経てば私と一緒に走り回ってくれたことすら忘れてしまいそう。このまま大人になるなんて。いや、なるほどな、わかったわ。その木彫りを見てごっつええ友達がおったんを思い出してしもたんやな。その子との友情をどうしても思い出したかったから、外の道が危ないって分かってても探しに来た。そうじゃ？うん、会いたかった。怒ってなんかいないし、約束を破ったんじゃなくて予想もつかないことが起きただけなのって伝えたかった。あの子に怒ってるからじゃなかったの、本当に。そう気落とさんとき。ええことあって気落とす人がどこにおんねんな。いいこと？そうや、ちょっとだけやけど、あんたはアランナラのことをまた思い出せたんやさかい、ええことやろ。こっからもっともっといろいろ思い出せたら、その子を見つけ出して会うことかてできるやん。お姉ちゃんが鉄道たるで。お姉ちゃん、ひょっとしてあなたもアランナラが見えるの？ごめんやけど、それは正直わからんわ。スメールには来たばっかりやから、まだ会えてへんってだけかもしれへんけど、ほんまに見えへん可能性もある。でも、そんなんええねん。うちが見えるか見えへんかは、あんたが見えるってことを信じるのとは関係あらへんもん。はあ、どうしよう。オイラだってそりゃ手伝ってあげたいぜ。病気になったことも、友達と離れ離れになっちゃったことも、全部あいつのせいじゃないんだからな。でも、え、うち？わかった。ほなちょっとだけ待っててくれる？どないしたん？急に真剣な顔して。なるほど、うちが自信満々に言い過ぎてしもたんちゃうかって心配してんねんな。安心し、うちにはうちなりの経験があるさかい。アランナラを見つけ出すんはあくまで結果であって、エービンちゃん自身が昔の楽しさを取り戻すっちゅうことこそがうちらが手伝わなあかん過程なんや。自分の身に突然降りかかってきた病気のせいで、あの子は夢を失った。多分
そのショックをまだ受け入れられてへんくって、それで楽しい思い出に直面する勇気まで失せてしもてるんやわ。どんな人かて自分だけの夢の世界を持ってるもんや。昔何らかの偶然でイービンちゃんはほんまにアランナラを見てん。せやから昔の気持ちを取り戻せたらエイビンちゃんのアランナラかて戻ってくるはずや。そういう考えだったのか。大人は客観的な事実しか信じたらへんさかい、無意識に子供の無垢な幻想を傷つけてまうねん。主観的なものかて取り戻す方法はあるってうちは思とる。なあ、うちの仲間にならへん？ひひ、ウキウキしちゃって。スメイルに来た最初の目的ももう忘れちゃったみたいだな。そりゃそないな流星雨が来たところでエービンちゃんのことをほったらかしてまで見る気にはなれへんもん。空の星様かて召喚してくれた人がそないに冷たい人間やったら嫌やろ。え、どういう意味や？オイラたち本当にアランダラをここに呼べるんだ。ほんまか？まあ見とけって、とっくに準備はできてるんだからな。謝るべきなはうちや。カンニーナ、ここはうちに説明させて。信用できる人間にしか見られたくないんは想像つくわ。いやのにうちがこの場におってほんまにカンニーやで。せやけどあの子は昔めっちゃ仲ええアランダラの友達がおったのにもうずっとおうてへんねんて。病気になってから元気ないんや。そのせいで記憶までぼやけてきとる。このまま友達とさようならやなんて残念すぎると思うで。本人かてそんなこと望んでへん。せやから助けたってえな。エイビンちゃんの世界はまだちっちゃいちっちゃいねん。こんなにいっぱい心残りを抱えられへんわ。あの子は一人ぼっちでこう考えるんや。なんで幸せは一つずつ自分から離れてってしまうんやろ。なんで人生は自分に対してこうも不公平なんやって。せやろ、うちらは不運に慣れてしもてるかもしれんけど、そういう悲しい感情にどうやって向き合うたらええかも知ってるやろ。でもエイビンちゃんにとっては生まれて初めてのことやね。人生っていうんはその道を歩いとる人ならどんな人も転ばせることがあるもんやけど、うちらにとって一番大事なんは互いに支え合うことなんや。なんでそんな評価なんだ。つまり。信じてくれてありがとうね。
さっきから聞きたかったんだけど、準備って何なんだ？夢。でも私、もう立てない。治るかどうかわからないし、治るとしても、どれだけ時間がかかるかわからない。心？え？消えてしもた。周りの空までちょっと変わったみたいやな。心。見してな。まだしっかり回復はしてないかも。まあいいか、そんなこと知らない。走りましょう。走ることなら大人だって怖くないんだから。あ、走り出したぞ。こんなに順調に行くなんてな。もうちょっとくらい慣れる時間が必要かと思ってたぜ。そうだな、オイラたちも追いかけようぜ。行くで。やっぱりお姉ちゃんの方が早いよ。もっと長い距離やったら分からへんで。追いつかれるかと思ったもん。うんうん、エービンも負けてなかったよな。走りなら大勢の大人に勝ったことあるよ。足が長くったって速いとは限らないからね。鍛錬もすっごく大事なの。あと数年経ったらうちは相手にもならへんやろな。そうやな。次はどっち行こうか。あれ、見ろ、前に何かが浮かび上がってきたぞ。ひょっとして私たちについてきてほしいの？うん、そうかもな。ついてってみようか。
横になっても全然大丈夫なんちゃう？多分ここが終わりだよな。でもアランナラは見かけなかったぜ。ここの大きい石だけでさ。ほんと楽しい。こんな気持ちほとんど忘れちゃってた。知ってる？走れないと自分の世界はほんの少ししかないって思っちゃうの。でも走り続けることさえできたら、目の前には新たな景色が現れ続けて、世界は私の前に無限に広がってくれるんだ。どうやってこんなことができたのかはわからないけど、きっとお兄ちゃんとお姉ちゃんたちのおかげだね。そんなん重要とちゃう。大事なんはあんたがいろんなことを思い出したことやろ。記憶は過去を象徴してるだけと違って、未来を照らす力でもあるんやで。病気さえ治せばこういう楽しさはみんなあんたのところにまた戻ってきてくれんねん。うん、お姉ちゃんありがとう。あなたたちもありがとう。じゃあアランシャニを探し続けましょう。ここにはいないみたいね。そうだな。でもだったらどうしてオイラたちをここまで誘導したんだろう。はっきりと説明できないし、これが何なのかはわからないけど、なんとなく見覚えのある感じがする。なんだかこれがもともと私の一部だったような感じ。わかった。この石はもしかしたらこの子の総称石なんかもしれへんで。総称石？めっちゃ希少な鉱石なんやで。人の初心と夢を象徴してんねんて。これが見えるっちゅうことは失ったものを取り戻せたっちゅうことやで。そうだったんだ。なんかおとぎ話みたい。おとぎ話なんてもう信じないって決めたのに。でも本当によかった。やっと取り戻せた。通り抜けちゃったぞ。うちらも行くで。おい、ヨイミヤ、しょうがない。通り抜けては見たけど、周りを見る限り特に目立った変化はないみたいだな。アランシャに。アランシャに。アランナラはうちらにロマンたっぷりの旅を用意してくれてんな。あの子にいっちゃん大事な友達を取り戻させてくれただけちごって、うちらに総称石が何なんかも教えてくれたんや。後でうちらもうちらだけの総称石を探しに行くで。絶対いっちゃん純粋なレンズを作ってるわ。おう、理由はわからないけどオイラもできる気がするぜ。うん、せやけどまずはエイビンちゃんをスメールシティまで送ったらなあかんな。お母ちゃんが心配しはるさかい。これって終わっちゃったんだ。めっちゃええ夢やったな。寂しい顔なんかせんで。ほら隣見てみ。
丈夫、わかってるの。私が立ち直れなかったせい。でも私わかったの。お姉ちゃんの言う通り、誰にだって不運は訪れる。大事なのはお互いに支え合うことなんだ。みんな、私を助けてくれてありがとう。私、取り戻してもらった記憶や夢に背かないよう頑張るから。あんたもお姉ちゃんのこと助けてくれたんやし、ええねんええねん。ほんまやったらうちらは総書籍の手がかりなんか何もなかったんやさかい。ほんまにそれで追うてたらすぐ見つかるわ。お姉ちゃんは流星雨を見たいんだよね。そのために総書籍が必要なの？せやで。あ、そうやそうや、見つけたらあんたも一緒に見に来いや。そういうことなら総書籍をあなたに貸してあげる。おい、どういうことだ。胸のところからメガネを取り出した。なんでこれがうちのいるもんやってわかった？私にもよくわからない。私のために一番大切な友達を見つけてくれたから、私も一番貴重なものであなたを助けてあげなきゃと思って。そしたら光がこの姿になったの。これがあなたが必要とするもの？おおきに。まさかこないにあっさり解決するとは思わへんかったわ。早速試させてもらうで。使い方はようわからへんけど、ここは直感ちゅうことで。どこやどこや。ほっ、見えたみたいやで。なかなか目立つやん。ほな、うちが先導するわ。流星雨を見終わったら家まで送ってるしな。それに、助けてくれてほんまにありがとうさんっていうのはありきたりなお礼の言葉やけど、一つ褒め言葉も言うていい？あんたら最高の語り部やわ。いざ。
ビア。うちらが願いで召喚した流星はまさかの地面から上に飛ぶ星やったな。花火と全く一緒やん。こんなんじゃ足りひん。もっともっと見たいわ。うちが見た中でいっちゃん生き生きしてて、いっちゃん豪華で、いっちゃんロマンのある夢やった。おいらも同意見だぞ。でもおいらたちを連れてその上まで飛ぶとは思わなかったぜ。うちも深く考えてへんかって。あんな機械やも一発派手なことやっとかんともったいなすぎる思てん。うちのことはあんたが一番よう知ってるやろ。夢かどうかなんかまったく気にしてへん。せやけどあんたらに感謝せんとな。全部流星雨が簡単に見れるもんとちゃうから言うて用意してくれた代替案やったんやろ。めっちゃ気に入ったで。ほんまめちゃくちゃ気に入った。今までうちがもらった全部の贈り物の中でも一番やわ。だったらよかったぜ。本当のことを知ったら怒るんじゃないかって心配してたんだ。そんなわけないやん。夢で親切で優しい、めっちゃ可愛いアランナラを見れて、キノコがぎょうさんあるところを走り回ったり飛んだりして、思いもしいひん形で総小石を見つけて、もうそろそろ目覚める頃やろな思ってたら、今度は団地ですごいこと起きてんで。エービンちゃんが胸元から総小石のメガネを取り出して、みんなで一緒に地面から飛び上がる流星を見つけたと思ったら、その流星の一部になるやなんて。せやな、夢チューンは幻やけど、二度と再現も体験もできひん一回きりの経験や。本当かどうかなんかにこだわってしもたら、綺麗なもんも感動も大量に見逃してまうんちゃ。ひひっ、よいみやは褒め上手だな。パイモンの親友ランキングでのランクを一つ上に上げてやるぞ。そうだ、アランナラのことだけど、あいつらのことは。アランナラもめっちゃ可愛らしかったな。これもよう掘られた木彫りのおかげや。え、木彫り？そうや、木彫りを見てへんかったら夢であんな可愛いアランナラは見れへんかったやろうしな。おへへ。安心し、ようわかっとる。可愛いと思ってんねんから当然守りたいとも思っとる。ほなそろそろ時間や。エービンちゃんを家に送ってこ。スメールってほんまにええとこやな。また遊びに来るわ。もちろん、いつでもいらしてください。エービンも喜びます。約束だよ、ずっと待ってるからね。わかったわかった。お姉ちゃん、帰る前にもう一つ伝えておきたいことがあるんだ。私、新しい夢ができたよ。自分の力で稲妻に行って、稲妻の花火をこの目で見たい。おお、夢やな。まさかこの旅でうちの花火屋に新しいお客さんを引き寄せられるとは思ってもみいひんかったわ。安心し、うちがあんたのために花火を作ったるわ。一回見たらもう絶対忘れられへんやつをな。あんたらもやで、冒険がどんなに忙しゅうても稲妻に遊びに来るんは忘れんといてな。どんな時でもみんなあんたらのことを歓迎するんやさかい。今回の旅の成果をあんたらと一緒に空に打ち上げたいな。お
約束だぞ。了解。あんたは相変わらず優しいな。ほな、うちからも。これなんや。うん、あんたがうちのために選んでくれたんと一緒の子や。うちに似てるってあんたとパイモンちゃんが言うてくれたやろ。さっき一つ買うてきてあんたにあげるわ。なんか用ないときはこれ見てえな。少なくともうちはあんたの味方やって思ったらちょっとは元気が出るかもしれへんやろ。もちろんうち本人に会いに来るんが一番やけどな。うん、ほなうちは帰るわ。すぐまた会えるって信じてるしな。うちのために用意してくれた旅、もうめちゃくちゃ気に入ったわ。それどころちゃもう感無量や。その友情と優しさはどこまで行ってもあんたらの背中を支えてくれる強い力になるはずやで。このまま旅の終点まで、世界の果てまで行き。ほなまた。